著者不詳、鴨モづくしより、ハイラ、鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、ワイラ、ワイラは、沢木講子の、百海図鑑などの妖怪絵巻や、鳥山石炎の、ガト百鬼夜行にある日本の妖怪。百海図鑑、鴨モづくし、化け物絵巻、百鬼夜行絵巻などの絵巻では、巨大な牛のような体に、前足には太く鋭い鍵爪が一本ずつ生えた、姿で描かれている。 いずれの絵巻にも、名称以外の解説文が一切なく、民間伝承を記載した書物も存在しないため、どのような妖怪を意図して描かれたかは不明である。いずれの絵も描かれているのは上半身のみであり、下半身を描いた絵は確認されておらず、全身像は明らかになっていない。江戸時代の随筆。 地球将欄に惹かれている古方言元信が描いた化け物絵に描かれていたとされる妖怪の中には、ワイらの名称が確認できる。昭和、平成以降の妖怪関連の文献や児童向けの妖怪図鑑では、正体不明の妖怪、山奥に住んでおり、前足の鍵詰爪で土を掘り返してもぐらなどの小動物を食べる大きな妖怪、山奥に住んでおり、 人間を襲って食べる大きな妖怪など大きく分けて以上の3つのいずれかの解説がされている。美術史学者辻信夫は鴨のづくしを取り上げた文章で銅絵巻のワイラの絵をガマの変形らしい緑色の怪物と描写しており平成以降の妖怪関連の文献の一部ではガマが年を経て霊力を得て妖怪化したもの、退色は緑色などの解説も見られる。 妖怪研究家、田だかつは、賢とは、恐れる、恐れるを意味し、賢とは、かしこまる、その場にかしこまるを意味することから、これらの言葉がワイラの這いつくばった姿につながると指摘している。また、百回図鑑、ガト百鬼夜行のいずれも、ワイらと、おとろしと並べて描いていることから、怖い、恐ろしいを具現化した二体で一体の妖怪だとする解釈もある。 日立国の山中でモグラを食べているワイラが目撃された退職はオスが土色でメスは赤色であるとの説があるが妖怪研究家の田だかつや村上賢治らの指摘によればこの説の原点は作家山田則夫による児童書シリーズお化け文庫中の一冊にあるワイラの項目に書かれている話であり山田が創作したものと指摘されているただし 山田自身は創作ではなく、出展元は失念したもののどこかで見たものだと主張している。絵巻物などに見られる既存の妖怪画に言葉書きを添えて制作されたと考えられる妖怪絵巻、化け物尽くし絵巻では、我らが牛買図として紹介されている。言葉書きには、池に住み、人間を食べるといった内容が記されているが、他の資料や伝承では確認されていない。 ありがとうございます。